最初はあのカナダよ。ゆっくりな曲と両方いいのがあって、あのこちらの店もいっぱい楽譜が売ってるんですけど、あの今の曲はまだ楽譜が売られてなくて、でももう YouTube の世界では本当にこう CD が出た1週間後ぐらいにコピーしてあの上げてる人がいるんですね。そう耳コピーができる人がいて、私はその動画を見て止めて 1,2,3,4,5 って数えたらこの辺かなっていうのを数えながらなんとか目でコピーしたみたいな感じでやらせて、2曲目最後なんですけど、ゆっくりな曲で、マザーという